平成16年台風第16号は2004年8月に発生し日本各地、特に瀬戸内海を中心に大規模な高潮被害をもたらした台風である。後に激人災害に指定された。新路図8月19日21時にマーシャル諸島近海で発生した台風16号は23日にサイパン島の西で大型で猛烈な勢力となった。 27日以降、日本の南海上をゆっくりと北西に進み、29日夜には九州の南海上で震度を北寄りに変え、30日10時前、鹿児島県串木の市付近に大型で強い勢力で上陸し、九州を縦断した。17時半ごろ、山口県豊富市付近に再上陸した後、中国地方から野東沖を 次第に速度を速めて強い勢力のまま北東に進んだ。その後やや勢力を弱め、31日に津軽海峡を通って12時過ぎ、北海道函館市付近に再上陸し、15時に北海道東部で温帯低気圧に変わった。27日から31日にかけての期間降水量は西日本の太平洋側で500ミリメートルを超え、台風上陸。 接近に伴い各地で暴風となった。また、30日夜には台風接近と大潮期間の満潮とが重なり、高松港や宇野港などで観測開始以来最も高い潮位を観測した。この台風は2004年の台風では最も強く、最盛期には中心気圧910ヘクトパスカル、最大風速秒速十五メートルの猛烈な勢力だった。また、 強風域や暴風域も広く、台風の中心から離れたところでも強い風が吹いた。さらに、気圧の低下や強い風の吹きつけ、そして、大潮期間の満潮が大規模な高潮被害をもたらしたと考えられる。全国での死者は14人、行方不明者3人、負傷者269人と人的被害も大きかった。さらに、この台風の後の台風18号により、 復興作業中の九州地方や中国、四国地方でさらに被害が広まった。ちなみにこの台風において猛烈な勢力であった期間は72時間に及び、1978年の台風26号に次いで最大風速の記録が残る1977年以降で2番目に長い記録となった。潮位を示すラインが、 被害の大きさを物語る8月31日朝のこと沖松島駅上京27日から31日にかけての期間降水量量備えバスでは多摩の営業所が冠水し同営業所所属の47台全車が被災。ありがとうございます。